衆議院の解散から一夜明け今朝6時にラオスに到着した石破総理は午後1時から ASEAN アアとの首脳会議に臨みますその後韓国のユン・ソンヨル大統領や中国の李強首相インドのモディ首相らとの個別の会談も予定しています石破総理はまずは首脳間の信頼関係を築くことに重点を置く考えでアジア版 NATO 構想といった石破カラーの外交は封印し 自由で開かれた国際秩序の維持など外交の継続性を訴える見通しです。